よっ、後半戦でございます。メルトゲイン後半戦、というわけで今回はメルトゲインさんから町田真知子ちゃんと金子ゆりちゃんに来てもらってます。よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。はい、前半はね、ソウルフルワールドの感想会やったんで、もしそれも見ていただけるといいかなと思います。はい、ここから後半戦はね、お二人のベスト映画 と、 ちょっとメルトゲニさんのお話もちょっとね、舞台のお話も聞かせてもらえればいいかなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ早速、じゃあベスト映画から聞こうかな。まあベスト映画一番個人的にで全然良いので、好きな映画をお話してもらえればと思って、じゃあマチコから。はい、はい、なんか前に塚原さんがイベントでやってる映画同好会っていうので、うんうんうん、ベスト映画スリービルボードで出してちょっとお話しさせてもらったんですけど、うん、で昨日、うんうん、よかったね、うん、昨日たまたまバードマンを見まして、うん、懐かしいね懐かしいねバードマンね、うん、なんかすごい本当にたまたまなんか時間あったからなんか見ようかなと思って、あ、うん、バードマン気になってたけど見てなかったなと思って見て、すごい良かったから、うん、ちょっと、うん、いや、いいですよ、バードマンの話をぜひぜひ。よかった、いい映画でしたね。はい、いや、いい映画あった。いや、なんか、うん、さっきあの、うん、ゆりちゃんもあのソウルフルワールドって言ってたけど、うん、やっぱり大きい画面で見たかったっていう、うん、あ、そうだね、あれじゃないですか、あれはバードマンとかまさに見れたけどね、あれは見れたよね、見れた全然見れたね、そうね、バードマン悔しいね、最後のシーンとかね、あーみたいな、なんかワンカット撮影みたいなのは、うん、なんか前情報でちょっと知ってはいたけど、うんうんうん、なんかあの没入感っていうか、うんうんうん、うん、そうだね、これはね、ちょっと劇場で見たかったかな。まあ、だからスマホよりはちょっと大きめのテレビの画面で。ああ、見たんだ。見たんですけど。うん、一応。なんか音とかもね、すごいいいしね。そう、音とかも。ドラムの感じとかもね。すごい。うん、あのドラムの音がこう、妙にこう、気持ちをせかしてくるというか、うん、なんかこう、ね、うん、なんかドキドキさせるっていうか、うんうん、なんかあのドラムの音もすごい良かったし、やっぱこう演劇をやってる人間だから、うん、やっぱあの、うん、やっぱ設定、まあ昔こうアメコミの映画ですごい名声を得た俳優が、うんうんうん、マイケル・キートンがね、うん、何十年も経ってこうだいぶ人気が下火になってきてると、うんうんうん、だからそこでこうブロードウェイに挑戦して、うん、こう、うん、もっとこうなんて、アーティスト的 な、 なんか芸術の方のなんか、うんうん、自分の価値みたいなものをこうなんか高めていきたいみたいな感じのね、あの、うんうんうん、ちょっとなんかアメリカのハリウッドの映画のスターとブロードウェイのこう演出のなんかこうお互いがお互いをどういう風に思ってるのかとか、日本に行ったら全然そういうこともわかんない、まあ、そうだね、からそういうのが分かって面白かったっていうのもあったし、うんうん、うんうん、確かに確かに、なんか役作りしすぎるとめっちゃ危険じゃないですか、なんかそこまで役作り込めたことないかもしれないけど、うんうん、本当に芝居とか演技って突き詰めていくと結構なんかやべえ、うん、やべえやつっていうか、本当に突き詰めていくと、まあまああるね、そうっていうのがあるから、なんかそこをなんかそのリミッターというかなんかそこを外してどん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 なんか行っちゃうっていうところとかもすごい見てて、こうハラハラしたし、すごいね、面白かったです、ね、舞台裏をね結構描くんだよね、それから入ってグーって出て、うん、でなんか表出ちゃうとか、あのね、そのちょっとそれも見てて、その舞台のセットの裏とかさ、ドアがこうなってるとかさ、うんうん、あれも結構一般の普通の方はあんま見ないじゃない、その実はハリボテな感じとかさ、そうそう、あれも面白いしね、なんかね、面白かったし、あのパンツ一丁でさ、ドアで玄関出ちゃう、面白かったよね、その劇場の前に、あるある、だそのなんかバードマンっていう、もちろんあのマイケル・キートンがバットマンをやってたからね、もうそのメタ的なことじゃない、すごい、あ、そうなんだ、そうそう、全然知らなかった、バードマン、そう、バットマンやってあれで売れたけど、うんうん、そっから落ちぶれちゃったっていうリアルなその感じ、それが見てるとめちゃくちゃ面白いっていうか、
でもやっぱり役者としてはやっぱ一流だったらっていうのがあのバードマンでさらにね再評価された作品だから、うんうん、それもなんか相まって面白い作品だったよね。なんか本当にだからバットマンに似てたのか、あのバードマンのあれ、完全にパロディみたいな。そうそう、でもその辺もなんかちょっと一個かかってる話だったよね、完全に。うん、でもいい役者さんだよね、本当改めて思ったけど。すごい顔のコク、ね、顔のコクとかもやっぱいいしね、なんか今ちょっと年取ってきてマイケル・キートン。なんかすごい役者さん。味出てる、本当に。年輪がね、かさぶってる感じが。アマプラで見たの？アマプラで見ましたね。じゃあまだ見てない方はね、アマプラで見れるらしいんで、うん、ぜひともぜひとも、そう、前編ワンカット風ですけど、すごいよくできた話なんで、うん、本当にぜひとも見ていただけるといいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バードマンね。じゃあ、ゆりちゃん。はい。おすすめを。はい。ベスト、マイベスト。はい。マイベストはですね、以前、はい、ほぼほぼ映画同好会に出させてもらったことがあって、うんでその時の、まあ、さっきのマスコットをちょっと被るんですが、出したんですよ、ベスト映画。で、その時、うん、ロード・オブ・ザ・リングを出したんですよ。うん、出してたね、ロード・オブ・ザ・リング。そうなんです。で、今回も、そう、ベスト映画を出すっていうことで、めちゃくちゃもう、迷って、うんうん、で、出した結果が、おうん、やっぱり、ロード・オブ・ザ・リングなんですよね。やっぱり、紹介やっぱり紹介だって、そんなベストな映画変わらんもんだって。映画ないね。いや、そうそうね。変わらん。変わらん。なんか意外だよね。もっとなんか、アーティスティックな映画を言いそうじゃない？なんか、うんうん、なんか、わかんないけど、言いたいフランス映画とかね。うんうん、いや、別にいいけど、全然いいんですけど。いいんですよ、ロード・オブ・ザ・リングも。いやー、迷ってた。いや、でも。うん、いやどの辺がと聞かれると、いやこれ絶対どの辺がって聞かれるなって思って、うん、私もいろいろ考えたんだけど、うん、もうどの辺がとかじゃないんですよね、うん、もうじゃない、なるほど、もうそういうじゃない細かいとこじゃないと、もうだってこれ2001年ですよ、ロード・オブ・ザ・リングの3部作ですけど、1個目、1個目が1年か、もう2年近く前、そうなんですよ、小学校じゃん、そうです、まだ小学校、ひよこだった頃なんですけど、やっぱもう20年か、いろいろ20年の間映画見てたはずなんですけどね。そうだね、そう考えるとすごい、それを超えないってすごいね、なんか全然もうやっぱりもう不動の1位で、そのワン、ツー、スリーあったけど、そのどれがってわけでも全部まとめてって感じなんだ。いやーもうそれもよく聞かれるんですけど、いやでも全部なんですよ、もう全部で1なんですよ、もうこれ。なるほどね。そうなんですよ。いやーでも指輪物語ってやっぱり指輪をただ捨てに行く話って話なんですよね。え、指輪捨てに行く話なの？え、そうそうそう。ちょっと待って指輪探しに行く話なんじゃないの？なんで？いや、そっからか。違うのよ。違うんだよ。そう、もう指輪はもうあるのよ。あ、指輪あんだ。あるの。あ、そうなんだ。あるんだけど、そう、あるんだけど、その魔力が強すぎて、うんうん、捨てないと封印できないわけよ、その。あー。そう。だから持ってちゃやばいってことで、火山にね、溶かしに行くってなっちゃうね、最終的にね。おー。そうなんです、ね。だから持ってると、もう、災難がね、起きるわけですよ。はい、はい。いろんなやつがやってくるわけよ、敵とかがね。はい、ただ消えるんだよね、指輪してるとね、本人は姿消せるんだよ。あ、そうなの。もう全然予備知識すらちょっとほら、でも逆にあれなのかもね、もう見てない人今いるんじゃない、やっぱそのマチコぐらいの、うん、もっと若い子とか特に、うんうん、名前は知ってるけど、やっぱ俺らリアルタイムで映画館とか見てる人は別だけど、うんうんうん、今の人やっぱ意外に見てないのかもね、三部作となると。やっぱ見てないですよ。いやでも羨ましいですよね、逆にこれからの三部作を見れるってもう あの感動だっていい、ね、まだ味わえてないわけですよね、うん、そういうことです、そういうことですね、はい、うん、となると、羨ましいもんな、うん、私。もう一回感動したいもん、ロード・オブ・ザ・リングで。なんかドラマまたやるよね、ドラマシリーズやるよね。やんなかったっけ、ね、なんかやるよね。やりますね。はい。なんかね、過去の話かなんか、確か。ね、そうなんだ。そうです、そうです。でも面白いよね、やっぱその、ね、やっぱよく言われてるけど、RPG ゲームのやっぱ元になったと。ぐらい、なんかその、うんうんうん、結構王道な話でありつつ、なんかね、いろんなキャラクター、エルフがいたりとか、人間がいたり、ドワーフがいたりみたいな、
結構わかりやすくてね、うんうん、そのビジュアルも込みで見てるだけで飽きないよね。ワクワクしてきますよね、見てるだけで。なんかそれこそなんかね、あれでサブスクで見れるんじゃない、ロード・オブ・ザ・リング。別に DVD じゃなくてもそれもね、多分ね、ネットフリックスには入ってた気がします。あ、そうなんだ。じゃあ皆さんネットフリーにも入ってるっぽいので、うんうんうん、ネットフリーでもね、ならでも見えてし、うん、違うんですよ。もしかしたらあの、うん、劇場版かもしれないです、ネットフリックスとかにあるのは。え、待って、どういうこと？でも私がおすすめしたいのは、うん、ノーカットバージョンのがあるんです、うん、劇場版よりも少し長いバージョンのがあって。そうなん、あれより長いの？そうなんです、その DVD を持ってて、もしそれだったらそっちの方がすごく親切なんですよ、いろいろ細かい設定までちょこっとの追加されてるわけなんですけど。じゃあ、 あのもし完全版みたいなの見たい人はね、メロトゲニの金子由里さん宛てに連絡を送ってもらって、はい、ね、見ていただければ、はい、見れますので。あ、そうなんだ。はい、ということで、はい、まあ、そう今言いました、メロトゲニさんが、今2月なんですけども、2月に本番があるということで、はい、ちょっと今日じゃせっかくなんで、その話もしてもらっていいですか？はい、はいはい、去年の6月に緊急事態宣言明けにですね、うん、ちょっとある企画をやりまして、うん、それがですね、うんうん、劇場を1週間借りる、その1週間の間に、うんうん、用意どんで脚本も美術も、うん、あの、まあ、役者の、まあ、稽古も全部やり始める。でその1週間で、うん、45分ぐらいかなの芝居を1本作って、土日で公演するっていう企画をやりまして、うん、で、ちょっとそれの第2弾を今月の末にやることになりました。狂った企画を。本当ですね。本当にこれかなり過酷な企画でして。大変、ね、でも見たよ、見たけど全然本当に分かんないっていうか、もちろんすごかったよ。そんなことあのちゃんと1ヶ月稽古したって言われても、もちろんそうだなと思うぐらいのクオリティでびっくりしましたよ。いや、ありがとうございます、見ていただいて。いやいや、もちろん。やっぱあれ見て思ったね、あのやっぱ稽古って長いと人間だれるけど、本気出したらできるんだなってことが追い詰められた人間の本気を目の当たりにしたね、本当。命削ってるから、うん、暇なこれやってましたからね。え、まあ、ちなみにこの企画の発起人はゆりちゃんなんですけどね。あ、そうなんだ。そう、もともと考えたのゆりちゃんだから。すいません、やべえな、やべえ美術さんがいるじゃん。やば、マジで。あ、そうなんだ。今できることを考えたら1週間7キャリになりました。素晴らしい、素晴らしいと思うよ。第1弾はメロトゲニの、俳優、うん、町田真知子、原あゆみ、白鳥雄介という3人で、うんうん、キャストはやったんですけど、うん、今回は客演さん3人来てもらって、うん、え、台本書き始めるのも1週間ってことなんでやってるってこと？月曜日台本からやって。そうなんです。えぐマジで。すべて月曜日スタートなんですよね。全部月曜日スタート。すごいね、本当。なので本によってはすごい長い話になるかもしれないし、うん、短くなるかもしれない。すべては脚本の村田こけしちゃん次第というところはありますね。うわー、すごい、はい、追い詰めますね、皆様の村田おのおの。いいんじゃないですか。配信もやりますので、劇場に来られない方とかは、うんうんうん、ぜひ配信でも、うんうん、あのご覧いただけたらなと思います、うん、アーカイブが1週間残るんで、当日に行けなくても、あのそのチケットを買っといたら、うん、1週間の時間のある時に見られますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。いいと思います。ステイホームしながらね、お家でも見れるし、はい、うん、ちょっとあの、うん、上映スケジュールだけお伝えしてもいいですか？もちろん。いいですか？ですね、上映スケジュールがですね、2月の26日、はい、金曜日から始まりまして、うん、で2月の28日日曜日が最終日なんですが、うん、全部で5公演やります、うん、お、なるほど、はい、なんですが YouTube の方でですね、前回もやってたんですけれども、作ってる過程も配信してまして、それは2月の22日からの月曜日からずっとどうやってメロトゲニが、はい、1本の作品を作るのかっていうのを配信し続けますので、そちらは無料で見ることができます、なるほど、はい、そうなんです。いいですね。ただ26からの本公演の方は、う
ただいまチケット販売中ですので、うん、ちょっとまあこういう時期なので、うん、ちょっと足を踏みにくいという方も、ね、いると思うので配信でも楽しんでいただけたらいいかなと思っております。ち、うんうん、なみにですね、配信チケットは劇場がですね、小劇場楽園です。下北沢にある下北沢楽園ということでね、はい、楽園にありますので、そうですね、うん、歩いて5分ぐらいかな、そう、ね、のところにある、うんうんうん、あるところなんで、うん、やっぱ今劇場さんも対策しっかり取られてるんで、まあね、本当に席、うん、お席も間引いてるんで、ぜひともね、まあ、行ける方は行ってみていただけると気分転換にもなると思うしね、うん、いいんじゃないですか。そうですね、すごい縦アクションシーンばっかりになる可能性もあるわけね。バリバリのありますね、カチンカチンとか行ってる可能性あるのね、楽園で。いや皆さんここはね、どうなるのかもね楽しみですね、実際どういう作品になってるのかも、うん、うん、そうですね。いというわけでお二方ありがとうございました。ありがとうございました。こんな時期にまたね、コロナ収まったら会ってね、なんかできればなと思ってますので、はい、ぜひぜひこちらこそ、はい、じゃあゆるちゃん、今回ゆるちゃん、あの最後のセリフを言っていただいてよろしいですか。初めて言うの、これドキドキするな。はい、すごく面白くて素敵なチャンネルなので、うん、皆様、ありがとうございます。高評価、あとチャンネル登録の方、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、メルトゲージは見に行きましょう。見に行ってください。お願いします。見てください。頑張ります。頑張ってね、楽しみにしてます。ありがとうございます。イエーイ。と終了すると思ったんですが、役者さんのお名前言ってなかったんで、ちょっとこれだけ言わせていただきたいなってことで、それだけちょっと差し込みます。はい。すみません、ありがとうございます。終わると思いきや。はい。じゃあ、マシコ、はい、お名前を。はい。はい。ではですね、2月、26日からの、はい、メロトゲニ7デイズチャレンジ出演するのはですね、はい、まずメロトゲニのメンバー、原あゆみ、うん、町田真知子、うん、で、うちのダンサーの明太子が、うん、そして、豪華客演陣が、うん、こちら、星野裕太さん、元利最強さとしさん、はい、で熊谷亮さんが、うん、今回出てくださいます。勇気ある挑戦者ですね。そのこのわずかな7日間でよくやってるっていう勇者たちが楽しみです。はい、勇者ね、というわけで3メンバーが出るということで、はい、はい、旅の仲間がね、出るということで、メルトゲニ版ロート・オブ・ザ・リングを楽しみにして見に行きましょう。はい。というわけで、すいません。差し込みました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。